伊藤義孝11月24日隊は、日本の政治家、自由民主党所属の衆議院議員、衆議院地方創生に関する特別委員長、農林水産副大臣、財務大臣政務官、釧路市議会議員、北海道議会議員、釧路市長、衆議院農林水産委員長、自由民主党北海道連会長などを歴任、北海道旭川市生まれ、 北海道釧路港南高等学校、1974年、北海道教育大学釧路文庫を卒業。大学では、美術教諭の資格を取得しており、アマチュア画家でもある。その後、釧路パシフィックホテル取締役営業部長などを歴任した。中川一郎の講演会青年部で活躍し、中川の筆頭筆書であった同い年の鈴木宗男とも、親しかった。 中川の死後は、鈴木宗を釧路後演会幹部となり、1985年に、釧路市議会議員選挙に出馬し初当選。以後3期連続当選。1995年、北海道議会議員選挙に出馬し初当選。2002年まで道議を2期務める。自他共に認める鈴木宗を系列地方議員であったが、鈴木が自派勢力拡大のために、 同義戦で伊藤と同じ選挙区に自身の副審の秘書で後に釧路市長となる海老名広を立候補させたため離反した。2002年釧路市長に初当選。2006年に再選。家庭ゴミ回収有料化や館町恩別町との合併などを実現した。2008年10月2日、次回衆議院議員総選挙に出馬するため釧路市長を2期目の任期途中で辞職。 2009年の第45回衆議院議員総選挙に自由民主党公認で北村直人が引退した北海道7区から出馬し民主党の中野博子を破って還暦で初当選。同選挙における自民党唯一の北海道での小選挙区勝利であるとともに2005年の第44回衆議院議員総選挙で民主党が勝利した選挙区から議席を奪った。 唯一の例である。9月17日に、心卒会に入会。落選した、今津博士の公認の自民党北海道連会長に、就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙で、新党第一新人の鈴木隆子、民主党前職の中野博子らを破り、再選。選挙後に発足した第二次、安倍内閣で、財務大臣政務官に任命され、 2013年9月まで、勤める。財務大臣政務官を退任後、自由民主党副幹事長に就任した。2014年の第47回衆議院議員総選挙で民主党候補として出馬した鈴木隆子を破り参戦。鈴木との票差は225票と大接戦であった。2015年10月、農林水産副大臣に就任。2017年8月、 衆議院農林水産委員長に就任。同年10月の第48回衆議院議員総選挙で日本共産党の石川明美との一騎打ちを制して4選。2018年10月自民党水産部会長に就任。ありがとうございます。